豊島さんのタトゥー体に入れられてると思うんですけれども、はい、その入れているタトゥーの意味であったり何かこう自分の思いっていうのを聞かせていただいてもいいですか。そうですね、タトゥーね、本当に俺は生き様だと思ってて、別になんかかっこいいのを入れようとは思ってなくて、自分の人生を入れたいなと思って、ちょっとこれ見してもいいですか。もちろんです。本当にまずこれ俺の母ちゃんなんですよ。わかります、これ俺の母ちゃん。そう、母ちゃんには迷惑かけたから、この先なんて言うんですか、俺が母ちゃんを守るっていう意味で母ちゃんを腹に入れて、こういつでも守れるようにタトゥーを彫ったんですよ。これさ、本当もう一発見していい？これ結構公開してないんだけど、ここもさ、母ちゃんの足になってるんですよ。ここも。だからバニーちゃんがタイツ履いて足になってたりとか、あと背中は俺の顔だったりとか、スティーボーが好きだったんで背中は俺の顔で、ケツ、お尻がおっぱいになってたりとか、結構エンターテイナーのタトゥーばっかり入ってます。その鼠径部にじゃあお母さん、校長先生の足があるってことですか。そうですね、だからお母さんの顔がこう開くとバニーちゃんになるようになってるんですよ。だからここに足があるんですよ、はい、ここに足があると、こうやって見たら母ちゃんが M字の時にここに足があるんで、あ、親子で M 字になってるってことですか。すると、いや、あの母さん、正面が母さんですね、で背中が自分ですね。今ちょっと下脱いでもらっても全然大丈夫なので。いける？これいいの？パンツ履いてますよね。はい、はい、あ、ちなみにこれもね、おでんツーンツーンって、ほら足にこれおでんとさ、これ俺の免許証入ってる、これおでんツーンツーンって足でもできるように一応入れたんだけど、そうで背中はあのほらわかるかな、ちょっとこれ脱ぐわ、いいっすか、これマイク取っちゃって、だからこういう感じ、わかるっすか、こう母さんが、こう母さんがいて、こうバニーちゃんになってる。ほら、わかる？親子で、まさに今。で、背中は、ほら、これ俺の顔なんです。俺ピースしてるでしょ。こうやってピースしてるの、これ僕の顔で。わかります？で、ちょっとここはモザイクかけてほしいんですけど、あの、おっぱいになってるんですよ。だから、あの、なんていうのかな、わかります？おっぱいになってるでしょ。はい。だから、あの、こんな感じだね、タトゥーは。かっこいいっしょ。生き様、いろいろ多々あるんだけど、そう、あとあの俺コンビニとかでやっぱ領収書って大事じゃないですか。だから左手首に、俺店員と喋りたくないから領収書くださいってタトゥー彫ってたりとか、そのこう見せればさ、こうやって見せればさ、領収書くれるじゃん。だからもうかっこよくコンビニとか俺よくこうやってクールメン。今結構入れられてると思うんですけれども、はい、今後入れたい、ここに このタトゥー入れたいっていうのはあるんですか。そうですね、本当なんか一回背中消したいなと思ってて、そう、背中を一面ちゃんとしたあのタトゥー彫りたいなと思ってて、一回背中全部消そうかなとは思ってます、ね、で新しいタトゥーはあの背中に本当ボンバーマン、俺ボンバーマン好きだったんで、背中に大きくここにボンバーマン入れたいなと思ってます。それはボンバーマンのキャラではなくて、キャラです、ああの面ステージごとではなくて、もうこういうボンバーマンだけ入れたいなと思って、全身だから足もボンバーマンの足になるように。右乳の上に書かれてるアサミフォーエバーっていうのは奥さん。そうなんですよ、これアサミフォーエバーって書いてあるのが奥さんですよ。やはりその乳首の近くにしたのには、まあ、理由が先ほど話された、まあ、乳首舐めるのが上手だからって。いや、そこまでは考えてないけど、そんな、ね、なんでまた乳首持ってくるの、嫁怒るに、こんなこと言っとったら俺本当に。